あなたも泣いてるの幻想郷本当不器用な子ね。 幸せになる番。大丈夫。あなたも。
어떡해. 気分はどうかしら? これであなたを縛るものはもう何もないわ。好きに生きなさい。 どこにもいないと思ったらこんなところにいたのね。レイムちゃん、今日は寒いわ。こんなところにいたら風邪ひくわよ。まだここにいる。じゃあ 私と朝ごはん食べましょう。お腹空いてるでしょ? ん?
너무 너무 약하게 그랬대. 네모노코도 大好きだから あなたはよく頑張ったわ。だからもう無理しなくてもいいのよ。今のあなたにはあまりにも辛すぎる現実。今の私にできることといったら、あなたの記憶をいじることくらい。ごめんね。とても可愛いのに、天の弱いつも知らんぷりし。その子は
루미예요. 루미야? 소요. 妖怪のくせにお人よしで、その上泣き虫で、それで私が愛した人の一番のお友達よ。そうよね、不器用な巫女さん。これはまだハクレレームが幼くて人食い妖怪が大きかった頃のお話。そしてだれにも語られることのなかった巫女のお話。